前回新しい卵とハサミを探すと言ったものの、情報がまるでない。きっとこの本の中に何か情報が書かれているとは思うんだが。健やかに寝るな。ここに何かヒントが隠されているに違いない。なあなあ、この5シグナルフレアーズインザチェストってあるけど、チェストになんか入ってるぞ。ってことなんじゃないのか。それを使うとバーアークにトラベルできるぜ。ってことなのかも。お前は世界一頭のいい吸血鬼だよ。そうなのか。じゃあ早速トラベルしようぜ。5シグナル、5シグナル。あ、これただの花火じゃねえの。これでのろしを上げて待っていれば、浦島太郎気づいて助けてくれるんじゃね。浦島太郎の使い回しやめろ。よし、じゃあすぐ助けを呼ぼう。ラムクラはどうしたんだよ。置いてかないで。助けに来た時はお前も連れてってやるから、ヘルプミー。お、たまやー。で、誰か助けが来たり。あれ、あれれ、おい、フランがいなくなっちまったぞ。あいつ一人でバークに行っちまったのか。私も楽園バークに行かせてくれ。なんか違うものを想像させるような言い方すんなや。おー、ようこそ、楽園パークへ。なんだここ全然楽園じゃない。当たり前だろ。なんですかここ、何する場所なんですか。あ、丸いシラムがくるくるしとる。あ、そうか、ここは冷た羊が展示される場所だな。は、全然楽園じゃねえじゃん。お前が勝手に勘違いしたんだろ。お、トリセツトリセツ。いや、この流れ前回もやったから。ふむふむんむんむん、絶対わかってないだろ。これは、ここには3個の羊の卵がある。君は探し出すことができるかな。ってなことを言ってる気がする。これは挑戦状だ。フラン、卵を探し出せ。見たところチェストとか置いてないけど、そりゃあの挑戦的な感じ。すぐ、いや意外とあっさり見つかったな。で、何ラム。オークラムですね。木材系か。地味だな。元気に生まれてくれればそれでいいじゃないですか。そして絶世の美女に成長してくれれば。羊の話してます。霊夢隊員、見つけました。よくやった。なんかわかんないが、赤い方が暗いが上なんだな。うわ、これはわかりづらい。お、じゃがいもも入ってるじゃないか。生魚生活から脱却できる。で、肝心のラムの種類は。好きですね。これは助かる。これは早急にハサミを見つけたいところ。よし、残りはあと1個。おい、どこにもないじゃないか。インフォメーションロボットに当たるのはおやめください。インフォメーションロボならインフォメーションしろよ。おい、なんとか言え。海の木魚になりたいですか。すみませんでした。ちゃんと謝れてお母さん嬉しいわ。でもこれ何するもんなんだ。ロケット花火入れたろ。おい、やめろ。え、なんか喜んでね。なんか紙が出てきましたよ。花火入れんな。海の木魚にしてやろうか。そこまでは言ってねえだろ。じゃあおじちゃんが苗木あげちゃおうかな。食い物をよこせ。あいにく我々も生きるのに必死なもんで。うん、メロンシープ&ジャングルシープ。あ、これ羊の繁殖量が出てくんのか。なるほど。じゃあこれは困った時にでも活用するとしますかね。それじゃあ帰りますか。え、残り1個の卵は。諦めました。諦めてんなよ。お前なら絶対見つけられる。頑張れ、やればできるんだ。みんなのお手本となれ。何この人、暑苦しいんだけど。まあこいつ1匹っていうのも寂しいので、先にお友達を増やしてあげましょうよ。あ、どうも。あ、どうも、俺またこの声なのかよ。お、草津チ。お前草津チチキンの生まれ変わりだな。あいつまだ死んでねえよ。みんながヒルドラ展開期待してるんだからな。頼むぞ。勝手に期待してんな。僕たち色も見てる隙がありそうです。逮捕、死刑。あらやだ。な、何がですか。なんか文句あるんですか。あいつは将来ステーキにするとして、全く相変わらずだらしないやつだ。いや、これ心臓止まりそうになるくらいびっくりするんだが。私ジャパニーズ。お前は海外の詐欺グループか。おい、証人、今日はいい品が揃ってんだろうな。当たり前だろ、このすっとこどっこい。この釣り竿なんて美味しいよ。食べれるわけねえだろ。お、宝釣り耐久力修繕 11。 おやじ、勝った。毎度どうもね、このすっとこどっこい。まあこの防具とかも気にはなるが、防具が必要になることないしな。とりあえずはいいか。お前の品が本物かどうか私が品定めしてやるわ。詐欺だったら何にでも牛乳注いでやるからな。いえいえ、私は何にでも。お、先に釣っていたフランより先に。せめて魚釣れや。いや、でもこれがイレブイってやつか。おーおー、来てる来てる。めっちゃ早いな。しかも今度は魚が釣れた。そして耐久値が全く減らない。おやじ、お前は本物だ。私本物のジャパニーズね。これからもいい品頼むぞ。よし、これでとりあえず食料問題は解決だ。小麦だ。じゃあまずは草津地と奥へっとく。会った瞬間惹かれ合ってた二人だからな。え、あ、え、あ、あのちょっと、あの、え、おーおー、ジャリラムですね。え、誰の子。お前だよ。記憶にないんですが、やめて。俺の餌に運輸かけようとしないで。いえいえ、私は何にでも運輸をかける女。まあ草月だもんな。こうなるって分かってたよ。やめて、俺をダメな奴にしないで。小麦もないですし、他の和紙を改めますか。あんた、もううちのにちょっかい出さないでよね。お前子供の前で何やってるんだ。お前のせいだろ。お母さん、もうやめて。何よ、そっちの男が先に手出してきたんでしょ。開き直ってんじゃないわよ。
俺が悪かった。許してくれ。いや、お見苦しいものをお見せしちゃいました。お願いだから全年齢対象の内容のものをお願いします。ところで養蜂箱なんて作ってどうしたんだ？やっぱり生魚じゃ全然回復しないじゃないですか。だから私がずっとこうして釣りをしているというわけだって。私今回調べたんですよ。まあ珍しい。これに蜂が蜜を集めてくるらしいのですが、それがかなりの回復量だということなんですって。でも蜂っていつだったか偉い目にあったよな。ちゃんと決まりを守れば蜂を怒らせないで済むんですよ。いでよ。黄色い裸グマの餌。あらららららら、可愛らしい瞳ですね。あいつマジでずっと釣りしてんな。二代目松方弘樹でも狙ってるんでしょうか。あららららら、どこ行くんだい。あんまり遠くに行ったら迷子になっちゃいますよ。そういえば花見寄ってくるとか言ってたな。もう夜になってますけど、そしてまだ釣ってますけど。いでよ。ハッチ、あら最初の子と同じから？恥ずかしがり屋さんかしら？夜になると箱に戻るらしいぞ。もう一匹もきっと箱の中に戻ったのよね。え？知らんけど。そうそう。石炭も交換しておきましょうかね。あら、あいつの間にかジャリラムも立派になって。子供の成長は早いな。じゃあとりあえず置くと。わかる。これは困るな。ま、丸石言っとく？誰がこんな女と、願い下げだわ。ちょっと、息子、やめて、やめなさい。おー、ねんドラム。お、俺もおじいちゃんなの。すごい。この5匹家族になったぞ。お母様。まあ孫には罪はないわけだし、息子が選んだ人だから、たまには孫の顔見せに来なさいよね。お母さん、もう誰が誰の字幕かわかんねえよ。でもなんか仲直りできたみたいだしよかったんじゃない？ちょ、ね。念のためにですよ。何しようとしてんだ。確かめておかないとコンプリートの道は厳しいですから。草地と奥。お前奥は息子の嫁だぞ。そうだぞ、何考えてんだ。何もなくて安心しました。ヒルドラ展開を期待してんじゃねえ。お、ちゃんと2匹無事でした。しかもこれ花の蜜を集めてるんだな。かわいいな。あ、体に蜜をまとわせて箱に戻っていきます。こうやってあの箱に蜜を貯めるのか。見てください、箱から蜜が溢れてます。でもこれ今中に蜂いるんだよな。下で焚き火を焚いて蜜を取るといいって聞いたんだが。燃えちゃわない、サウナ状態で死んじゃわない。心配なんで直接蜂蜜をいただきたいと思います。あら、痛い。なんで？お前は泥棒に認定されたようだぞ。ちょっと待って、海の親、海の親、いわばお前らのお母さんだから。もう目も赤くないし怒ってないんじゃない？そうか、ちゃんとわかってくれたんだ。なんで？聞いたことがある。蜂は針を刺したら、死んでしまうと。まあやー。いつの時代の人ですか？あ、まあや、お前は無事か？帰ってこい。家に帰ろう。迷子になってんのかな？蜂を探してるんじゃね？蜂は永遠に心の中にいるから。綺麗事言わないでもらえますか？まあや、こっちにおいで。焚き火使ってたら怒らせずに済んだんだろうな。私は蜂殺しの犯人です。自首します。どこに？お前がこの羊クラフトをちゃんと乾燥させることがハッチたちの供養になるんじゃないのか。そうなんでしょうか。私このまま続けてていいんでしょうか。わかったよ。てかこれで魚焼けば蜂蜜いらなくね。